陸上、世界選手権、第7日、25日、日本時間26日、ハンガリー・ブダペスト、女子やり投げ決勝、写真、豪快なフォームで投擲をする北口遥世界ランキング1位の北口遥か、25イコールジャル、が最終投擲での大逆転で、日本女子フィールド種目初の金メダルを掴んだ。北口は世界一を掴んで、スタンドにいたデイビッド・セケラックコーチ。 チェコに喜びを報告した。北口はいつ、何がきっかけでチェコとのつながりができたのか。北口は、日大1年だった16年は右肘の怪我もあってリオデジャネイロ五輪の出場を逃した。東京五輪に向けて成長を目指す中で、支持していた9年世界選手権銅メダルの村上幸文氏が日大を退職した。指導者不在の状況となった。行天の行動力で、 苦境を切り開いた。18年11月、フィンランドであった世界の指導者や選手が集まり、意見交換する場に参加した。そこでやり投げ大国チェコでジュニア世代を指導していたセケラックコーチと出会った。北口が、コーチがいない、と悩みを明かすと、それじゃあ東京に出られないかもしれないよ、と心配された。その場で、じゃあコーチしてくれませんか、と必死で頼み込んだ。 帰国後もメールで交渉を続けて、19年2月には約1ヶ月単身でチェコに合宿をすることになった。そして、指示することになった。今ではチェコ語でインタビューの受け答えができるようになった北口。メールでコーチ依頼を直接交渉するという行動力。男女の世界記録を持つやり投げ大国チェコに飛び込み、金字塔を打ち立てた。